はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。村長スタジオです。本日も前回に引き続き、XLN オーディオの XO という素晴らしいドラムツールをご紹介します。前回もすごかったね。今日はどんなお話をするんですか？今日は、それぞれの詳細な機能についてたっぷりお話を2回に分けてやろうと思っています。各ツールについての細かなところをリファレンス形式でお話しします。わあ、楽しみ。じゃあ早速始めたいと思います。まず一番先に上部の DAW とのシンクについてお話をしたいと思います。画面上部の方にホストシンクという機能があります。このメトロノームのボタンが白く点灯していたら DAW と同期で再生します。これを切るとプリセットで設定されているテンポが表示されます。このプリセットを切り替えます。そうするとこのように切り替わります。でもホストシンクにしておくと今 DAW で設定しているテンポになります。このシンク機能がよくわかるようにテンポが変わっていく音楽を準備しました。120から128になって 138bpm になるというようなそういう部分を聞いていただこうと思います。このテンポのところの数字もよく見てないとね。DAW にシンクロします。このようになっていきます。そしてこの再生のマークがついていないときは音が鳴りません。そこは注意しないとね。続いてこのメイン画面のところからお話をしていきます。まずスペースというところを押すとこの XO の一番メインになる音選びの画面になります。ここでキックの音はどの音にするんだ、スネアの音はどう、それが選択できるんだね。その辺のところの概要的な使い方におきましては、前回の動画、すごすぎるドラムソフト、XLN オーディオ、XO、音選びが最強のドラムツール、そういう動画をアップしてありますので、最初に見る方は、まずそちらを簡単に見ていただいて、こちらの動画を参照するようにしてください。赤いところはキックドラムがデータベース化されています。ここで気に入った音がありましたら、それのバリエーションというのが画面下に出ています。そこを選んでください。このように似通った音が選択できるようになります。選択をしましたら、今キックを選んでいますので、このキック1のところの、この三角の部分のところを押すと、この音をセットできます。はい、今度はスネアを選んでみます。このようにして音選びをしていけるわけですね。これは再生しながらやると、さらにイメージがよくわかっていいと思います。このようにしてサウンドを選んでいきます。ここはキック、キックにスネアという風になっていますが、これは仮の名前だけであって、どんな音を入れようと、この8つのトラックは自由にアレンジができます。必ず名前の通りにしなくていいんだね。うん、そしてこの音選びも1個ずつ選ぶだけではなくって、この画面の左下のところで、
バリエーションをチョイスできるんだよ。ちょっとやってみましょう。はい、このようにどちらかというと、キックやスネアの方は大きく変わらないで、上物、いわゆるエフェクトなどで変わっていくような感じで、バリエーションを提案してくれます。そして、このように音選びが決まりましたら、画面一番下のアウトというのが全体のボリュームになります。この画面を拡大したり縮小したりするのは、マウスのホイールをぐりぐり回すと大きくしたり小さくしたりできるんですよね。簡単でいいだろう。はい、これとっても楽しい。もしくはこのプラスの虫眼鏡、マイナスの虫眼鏡でこのように縮小したり拡大したりできます。そして一番下がリセットです。全体を見れるんだよね。そして画面の上の方にはプリセットの仕組みがあります。このプリセットを切り替えることによって、いろんなリズムパターンを選択することができます。これは、このプリセット名をクリックすると、プリセットの選択の画面が表示されます。今はユーザーが選ばれてましたので、自分が作った2つのパターンしか変えることができませんでした。例えばカテゴリーを選んでおくと、このように複数のプリセットが選択できます。この状態になっているときに上のプリセットの選択はこれに連動して変わっていきます。ということは、ここでオールプリセットを選んでおいて、ここを変えていけば、このたくさんある中のすべてのプリセットを矢印の選択で検索することができるということになります。画面はこのチェックマークのような緑のボタンで閉じることができます。もう一度このプリセットで音を鳴らしてみます。このようなフレーズで鳴るわけです。これから詳細な話に行きます。メモメモ、一生懸命メモを取りますね。はい、たくさん機能があるので、しっかり覚えてください。まずは、このキックのところだけを考えてみます。キックのシーケンスはこれで、基本的には1小節分。16ビートの音が、ここに表示されています。ソロにしてちょっとやってみましょう。このように簡単にどのビートをオンにするかというのができるんですけれども、ゴーストノートとか小さな音はどうすればいいんでしょうか。この画面の下の方にアクセンチューターというのがありまして、ノリを管理できるようになっているんですが、一旦これはリセットしておきます。そしてわかりやすいので、ハイハットのトラックでもう一度やってみたいと思います。今、16ビート分、全部の音がこのようになっています。そして、VL というのが、ちょっと右に傾いてますが、これを一旦リセットします。リセットするときは、コントロールを押しながらクリックしてください。ちょっと聞いてみます。はい、16ビート分、このようにハイハットを刻んでいます。例えば、この拍を小さめに鳴らしたいと思ったときは、このマークを押しながら、下にドラッグすると、六角になってる表示が、だんだん小さくなります。これが、いわゆるビートの音量です。例えばこのようにしてみましょう。じゃあどうなるか聞いてみてください。
このようにビートの強弱がうまく表現できます。そしてその下に小さな点のようなものがありますが、さらに細かくビートを分けたいときに使います。この部分を上に上げますと、このように点が2つ出ました。いわゆる32分音符で音を鳴らすということです。これを上げていくと、最大4つまで64分の1というところまで表現ができるようになります。これを2つくらいにしておきましょう。そしてここはゴーストノートと想定してボリュームを小さくしておきます。これでどんなイメージになるか聞いてみてください。このようにビートとボリューム感をとってもわかりやすいインターフェースで表現できるようになっています。この話のついでにアクセンチューターの話をします。ここで4ビートの表拍を強調する場合はこのように上げます。これで強弱がつけられます。はい、このようにノリができちゃうんだ。簡単ですね。これなら誰でもできるよね。これは複雑にももちろんできますし、このようにですね。そしてそのランダム機能もあります。こういうようにですね、音を流しながらやってみましょう。いい感じですね。そしてこれをどのくらい反映するかが、ここにある VEL つまみです。このベロシティセンスを上げることによって、さらにこの度合いを強くしたり、もしくは少なくしたりすることができます。よくできてますね。そうだろう。もうね、このソフトはドラムツールとしての全ての機能を備えていると言ってもいいぐらい便利にできています。そしてこれらはアクセンチューターでやったノリを反映させるのか、もしくはそれには連携しないのかというのも、この波線のところで指定できます。これをオンにしておかないと、このアクセンチューターで決めたノリは出ません。これがオンになっているトラックだけが反映するんですね。これらは今ここが AAB となっていますよね。これはどういうことかな。フレーズを4回繰り返す最後の4回目は B パターンを使うということです。 B パターンをちょっと見てみましょう。はい、このようになっています。 B パターンでフレーズをフィルのようにしておけば、13小節目から16小節目までは B のパターンで演奏するということになります。ですから4番目の小節でフィルのフレーズを作ったり、そういうようなことも簡単にできるようになるというわけです。ここをオフにしておくと、この16ビートの部分が何度も繰り返しますし、AB にしておくと1小節ずつ交代で A と B のパターンを切り替えることができます。アクセンチューターは先ほどもやりましたように、ここでリセットをすることができます。そうすると、このハイハットは各ビートで決めた音量で鳴るように元に戻ります。次にお話しするのは、この波形に対してです。波形のところにマウスを持っていくと、レンチマークが出てきます。そうするとサンプラーのような形でサウンドを編集することができます。これは、前回の動画でも話しましたように、このサンプルを短めにする、もしくはフェードインやフェードアウトをする、
このようなことができますので、アタックをとっても緩くすることもできます。ちょっと聞いてみましょう。こんな風になりました。元に戻します。これらは、L と R を反転したり、モノラルにしたり、もしくは位相を逆転させるようなこともできます。そして、この音を保存したり、というような機能もあります。一つのツールを勉強するだけでも、本当に盛りだくさんですね。そうだよ、たくさんの機能があるけれども、でも、このレンチの編集を使わなくても、別にサウンドは作れますから。初心者から上級者まで、すべての人にうまく対応するようになっています。若干編集加えましたら、ここがこのようにナットのようなマークがつきまして、編集済みであることがすぐにわかるようになっています。その隣はパンです。これは、言うまでもなく、左右にパンを振ります。その次はエンベロープです。エンベロープを動かすと、アタック、そしてホールドを、そして、最後のサスティーンの部分を、シンセサイザーのようにコントロールができます。ちょっとやってみましょう。はい、アタックが強くなりましたね。そして、この D の部分を少し下げます。このように、ここで音作り、いわゆる音のエンベロープも変更できることになります。そして、その隣はピッチです。ピッチは音程のことです。これを少し高い音にする。まあ、楽曲に合わせて音程を変更するというのがキックやスネアで、とっても重宝に使えます。ちょっと、スネアのところでやってみましょう。その隣はトーンです。これはいわゆるイコライザーです。その隣はカットフィルターです。いらない周波数を切ることができます。わあ、私のメモももういっぱいになっちゃったよ。次のページに書いていこう。しっかり書いて覚えてちょうだいね。次にあるこのベロは、先ほども説明しましたが、正確にはベロシティセンスと呼んでいます。単純にこのトラックの音というのは、先ほどからやりましたように、このシーケンスの中で一個ずつの音を変えれるわけですけれども、全体のベロシティといえば、この先頭のところで、一つ一つのトラックの音量を変えれます。このベロシティセンスというのは、感度のことですので、音量という概念ではなくて、アクセンチューターとの連携感度と考えてください。この音量の差がしっかり反映します。次の丸 P というマークですけれども、この P というマークは、ポリフォニックとモノフォニックの切り替えができます。通常はモノフォニックで使っていますが、ポリフォニックにした場合、音が長くて、次の音に重なるとき、その音を継続するのか、もしくは、音が重なったところで切るのか、重なりを許すか許さないかというような、そんなスイッチになっています。そしてその隣なんですけれども、ミュートグループと言いまして、例えばハイハットのクローズとオープンとがありますよね。これをこのようにミュートグループ1という風にお互いを設定しておきます。こうするとハイハットのオープンとクローズのように、ここを16ビート全てをこのようにチェックしたとします。こうした時にハイハットオープンがこういうところに入ってきた時に、
この両方が鳴ったらおかしいですよね。ですからこうやってミュートのグループを作って両方一緒にならないようにちゃんとセッティングができるというわけです。そして M のマークですけれども、この M のマークはマルチアウトということでしたよね。はい、マルチアウトもしくはパラアウトと呼んでいますが、それをセッティングしてアウトプットをコントロールできます。そしてその下の方の矢印みたいなものは、これは前回の動画でも話しましたようにリバースです。これかっこいいね。私もこれで随分遊びました。はい、部分的に使うととっても効果よくかっこいいね。こういう時はスネアトラックを2つ作ってリバースを一発鳴らすところを作ればうまくいくんだよ。ただしここでこのクラップとかという名前をリネームする機能がありません。そこが次への要望でしょうね。まあ少し見たらすぐわかるのでそんなに重要ではないかもわかりませんが、その隣にあるのがエフェクトセンドです。2系統を使うことができます。リバーブをかけてみましょう。少し大きめのビッグホールをやってみます。ここで FX をこのようにオン、オフもできます。これをオートメーションすればよいことになります。画面の左上、各 DAW でやり方は違いますが、スタジオ1の場合、この FX1 というのをクリックしましたので、FX1 イネーブルということになっています。これにオートメーションを設定することができるということになります。じゃあ、リバーブを少し強めにかけたり、やってみましょう。はい、これがセンドの量ですね。そしてここに、レングス、トーン、レベル、そういうつまみがありますので、それを調整していきます。はい、お分かりになりましたでしょうか。このように FX が12ほどありますので、リバーブ系であったりディレイ系のエフェクトが使えます。2つのエフェクターを効果的に使いましょう。そして各トラックの最終の話として、トラックの先頭にマウスカーソルを合わせると小さな三角がこのように表示されます。ここをクリックすると、このようにトラックをコピーしたり、それをまた他の場所にペーストするようなこともできます。またここにありますように、トラックを完全にリセットするのか、音だけをリセットするか、もしくはこのシーケンス、いわゆるリズムパターンもリセットするのか、そのようなことだったり、その下にはロック機能もあります。勝手に消したりしてしまわないように、このようなロック機能が、サウンドとリズムパターンで別のロックがあります。ここのところにもロックは鍵として同様に機能します。そして、ここのサンプルの音もこのように矢印で選ぶ。これは先ほどやりましたような、この画面の下にあるのと同じような機能で、チェンジをしていくことができる、そういう矢印です。このキットのレベルというのは、フレーズ全体のレベルです。自分が作ったフレーズキットが音量が小さいような場合、ここでレベルを調整します。そしてピッチを全トラック一気に変えたりすることができます。そして、ここには、クランチのエフェクトがあります。ちょっとこれもやってみましょう。こんな8つの、
エフェクトがあります。例えばファジーというのを選んでみましょう。他のもやってみます。いわゆる特殊エフェクトっていうやつですね。そしてここには全体のカットオフがあります。そしてその隣がソフトクリップです。ソフトクリップって何？言い換えればリミッターです。ここでリミッターをかけることができます。オンにしたりオフにしたりできますし、ここが点滅していたらリダクションがかかってるということになります。ボリュームが小さいときはリダクションは行いません。最後に前回も少し触れましたけれども、スイングについて少しお話をしたいと思います。スイングの方にも各トラックにオンとかオフとかというのがこのようにあります。こちらにしておくとグローバルに影響されます。グローバルのスイングを変更するとこちらも同時に調整がかかります。個別にスイングをかけたいときはこのようにカラーをオンにすれば個別のスイングが設定できます。ハイハットでやってみます。スイングの8分の1でやるとか16分の1とかそういうプリセットがあります。これでスイングのノリを作れるわけです。そして右端がナッジです。僕がやってみたところ、どうしてもバスボラの音がリズムに対して微妙に遅れました。これは CPU の能力やオーディオインターフェースのバッファサイズによったり、そういうことにも影響すると思うんですけれども、ちょっとテスト用のプリセットを出します。キックとスネアだけ、このようにしてあります。メトロノームを流しながら、DAW とのシンク再生でやってみましょう。DAW の再生ボタンを押します。クリックの音も入れています。まず、今の状態を聞いてみてください。ちょっとだけバスドラが遅れて聞こえます。前乗りにしたり、後乗りにしたりやってみます。僕はこのくらいでちょうどに聞こえます。クリックの音を大きくします。これを後乗りにします。はっきりタイミングが遅くなりましたね。どうしても遅れるビートがあったりしたら、このように個別にナッジ機能を使って前後調整をしてみてください。今日もいっぱい話しましたね。実はもっとすごい機能があるんですよ。まだこれよりあちゃちゃ新しいメモ帳を買いに行かなきゃ。3冊ぐらい買っておいてください。わわわ。ということで、もっとすごい機能というのを次の動画で話したいと思いますので、皆さん、もしよければチャンネル登録などをして次の動画を楽しみにお待ちください。それでは今日も XLN オーディオの XO という
素晴らしいドラムツールをご紹介しました。村長スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。